中西哲夫は愛知県名古屋市出身の元サッカー選手、サッカー解説者、スポーツジャーナリスト。現役時代のポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。引退後は芸能事務所の 3K 所属。父は大阪大学名誉教授の中西康夫。小学校3年生の頃からサッカーを始め、名古屋大学付属高校時代に愛知 FC でプレー。 同志社大学経済学部を経て、1992年に J リーグの名古屋グランパス8に入団。中盤の選手として攻撃面で活躍し、途中出場からの貴重なゴールを決められる選手として活躍した。1995年7月12日のタイベルディ、川崎戦で控えの選手としてベンチにいた中西が審判に侮辱行為をしたとして、 レッドカードを出され退場させられた。試合に出る前に退場させられた、J リーグ史上初のケースだった。1995年、グランパス黄金期には、浅野哲也とのレギュラー争いには負け、控えに回ることが多かった。1997年には当時 JFL から J リーグ昇格を目指した川崎フロンターレに移籍し、守備的な中盤や後方にポジションを移して活躍。 1998年のアビスパ福岡と戦った J1 参入決定戦で中西通婚のバックパスミスにて延長になり敗退を経て1999年には首相としてチームの J2 リーグ初優勝を果たす原動力になった。この年の暮れには自身のホームページに連載していた日記を中心にまとめた魂の叫び J2 聖戦記を出版しベストセラーになった。 その後、2000年には、レギュラーの地位を失い、足の故障の悪化もあって、チームがわずか1年での j に降格をきっかけに、一旦選手としての現役を引退。プロサッカー選手としての現役最終戦は、セレッソ大阪のファーストステージ優勝を阻止した試合であった。2001年から、スポーツジャーナリストとしての活動を開始し、放送メディアを中心に活躍。 多くの引退選手とは一線を画し、指導者として更新の指導に当たるのではなく、テレビのスポーツ番組などでコメンテーターや司会者としてサッカーを視聴者や社会に伝える立場を模索して行った。2002年には名古屋時代の監督であったアーセン・ベンゲルに教えられたことを綴ったベンゲルノートをトツカ・ケイトの教著で出版した。現在はワウワウスペインサッカーリーグ CS 放送などでの J リーグ中継解説をはじめ、TBS テレビ、日本テレビ、BSTBS BS 等に出演している。TBS ラジオ、中西哲夫のスポーツボンバーにも司会者として出演した。私生活では2007年3月15日に女優の原文名と婚約を発表し、3月20日に入籍。中西と原は2002年に BS 朝日の番組、サッカー2002で中西が解説者、原がアシスタントとして共演してからの交友があった。二人は11月3日に結婚式を挙げた。2008年7月12日、日本サッカー協会特任理事に就任。引退後も、川崎フロンターレとの関係が深く、同クラブの特命大使として、川崎市内での普及活動などに関わっている。 2009年より日本サブウェイのサンドウィッチ新善大使に就任。2010年よりオリジナルサンドウィッチを期間限定販売している。なお、中西地震サブウェイのファンで海外に行く際もサブウェイをわざわざ探したほどでもある。2011年9月6日にタイヤ点検の重要性と交通安全を啓発するダンロップ主催のイベント。 ダンロップハートフルドライビングプロジェクトに参加した。2011年から出身クラブである IHFC の中学生世代の優秀な選手を金銭的支援やアドバイス、指導する活動を続けている。2014年1月1日に原文奈との離婚を発表。二人の間に子供はいない。2014年4月1日、東院横浜大学客員教授に就任。 中西は年代を減るに従って、プレイ位置を変えていった。名古屋時代は中盤、それも攻撃面で期待されており、ドラガンストイコビッチなどのアシストを受けて、ゴールを決める、あるいはサイドでの突破から逆に、小倉隆などによる攻撃を助けるなどの活躍を見せた。ただし、チーム内の競争が激しかったため、先発メンバーより後半途中から登場する、スーパーサブという位置づけだった。 また、当時から英会話の能力を持ち、アーセン・ベンゲル監督やストイコビッチなどの外国人スタッフとのコミュニケーションを行える存在だった。一方、川崎では本人の加齢や怪我によるスピードの低下もあり、中盤でも守備的な位置、スリーバックの中央として起用された。その他の公式戦国際試合、ありがとうございます。